い、皆さんこんにちは、フォーゲーマンシップのレッチです。はい、ということで今回もサモンズボードやっていきたいと思います。ゲストはこの方です。はい、サモンズボード公式アシスタントのリオンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日ですね、はい、モンスター討伐が終わったわけなんですけども、はい、すごい数の討伐していましたね。本当、はい、メロ族、はい、すごい強力な人たちがいて、多いですね。285体素晴らしい、すごい。レッチさんもありがとうございます。あ、いえいえいえ、実は私もメロ族に入らせていただいてるんですけど、皆様ご協力ありがとうございます。ありがとうございました。はい、そしてもう一方この方です。はい、一番弟子さんです。はい、よろしくお願いします。一番弟子さん、ボス一番弟子なんだよ俺一急に仲良くなっちゃった。はい、ということでですね、今回はもうすでに画面ちょっと出てるんですけど、はい、月に潜む銭湯、はい、月にその銭湯やっていきたいと思います。で、なんてステージですか、リオさん。はい、寒月の宴です。はい、その通りですね。まあ、僕、動画上げた方ですね、水木とか言っちゃってるんですけど、その辺はちょっと目をつぶって。ということで、はい、今回はこちらのですね、季節イベントダンジョンに挑みたいなと思います。はい、ということで今回は、はい、一番弟子の方から、はい、ちょっとしたステージの紹介、いいんですよ、呼び捨てでしてほしいなと思います。はい、手に入るモンスターがですね、何より一番特徴でですよね、スキルレベル上げができるというところで、はい、まあデューデリスとかソリルとか、うん、クワトリクエとか、はい、あとアルテミスとか、いいですよ、ね、あの辺のモンスターのスキル上げができるのはかなりでかい。でかい。ちなみに、アルテミスなんですけど、はい、最初社内で、はい、誰のスキル上げなんでしたっけみたいな感じの確認しに行った時に、うん、アマテアスだって言ってて、うん、マジでやったみたいなこと言ってたんですけど、なんかギリギリで確認したらやっぱアルテミスだったって、まあそれも嬉しいんですけどね。いやー、アマテラスが良かったよ。まあ今出たギターのやつなんですけど、はい、多分リーベロ先輩もアマテラスさん持ってた気がするな、はい、持ってた気がします。そう、横スキルって誘爆でベベベベベってあるやつ、あ、持ってます。そう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 、あいつなんですけど、あれと似たようなスキルで、はい、ちょっと重たい方っていうかな、ちょっと重たい方、そう、威力が強い、威力が高くて、はい、そう、スキルターン数が長い、ちょっと長いやつがアルテミス。アルテミス、そうだけど、やっぱね、なんだっけ、アマテラスの方が、はい、スキルターンが短いとすごい使いやすいじゃないですか。そうですね、うん、それみんな多分嬉しかったと思うな。アルテミスも嬉しいですよ。嬉しいけどさ、嬉しい。まあでも何よりもやっぱり目玉が、ゾンバルディエですね、のスキル上げ、これはすごい。ゾンバルディエっていうキャラクターがいるんですが、はい、期間限定でしか手に入らない。あ、そう、スキル上げちゃんとやると、うん、ターン数が10ターンとかもうちょい9じゃなくて9とかですか、ね、下がるんで、そう、すごいんですよね。9ターンでフィールド全体にいくつだったかな、2万ぐらい、そうですね、1万か2万ぐらいのダメージ与えながら、うん、正しい情報は多分今ドロップで出てる、そう、多分あるんでね、このリビングで出るんで。で、なおかつそのやったところ全体に回復マスをベベ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 ベって設置するっていうすごいね、強いキャラクターが欲しい。ぜひともガチャマシュ、今のちょっとセリフ入れれるかどうか分かんないんですけどね。で、ただここ結構なんていうんですかね、初見だとなかなか難しいダンジョンじゃないかなと思っていて、難しかったよ、難しかったですね。楽勝じゃんと思ってやってたら、ちょっとあれおかしいぞおかしいぞみたいな感じで、全然クリアできないみたいな、うん、でボスもなんかどれだけ叩いてもなかなか HP が減らない、勝てよみたいな、そこですよね、クリアの仕方は。そうですね、ちょっとそのあたりをオレッチさんに説明、ちゃんと3つけてるわ。偉いなぁ、オレッチに説明してもらいつつ、ちょっとまあプレイしていけたらっていう感じですかね。そうですね、ということで、じゃあまあ中身の筋はそんな感じでですね、今回の挑戦するパーティーをちょっと見ていきましょうか。はいはい、はい、じゃあリンメロ先輩、今回のパーティーは、今回のパーティーはスキルアタックパーティー、はい、ではなくて、じゃなくてアタック対アタックパーティーアタックパーティー、はい、そうですね、そうなんです。で、ボコボコにボコボコにしましょう。はい、はいはい、スライドしつつも、はい、はい、まあイシスがリーダーです、ね、イシス、ちょっとイシス一応リーダースキルを見ておきましょう。はいはい、アタックタイプの味方は、はい、4コンボ以上で、うん、ダメージの 20% を
九州旧コンボ以上で攻撃力 5.7 倍。素晴らしい。強い。まあ、かなり強いですが、旧コンボを組むって、割と3体で囲まなきゃいけないかな。まあ、割とちょっとハードルが高い、ところなんで、まあ、そこはちょっと道中注意しながらやってもらいたいなと思います。はい。で、メンバーは、まあ、スサノオですね。あとは、ルドラ。キャワタン。キャワタン。ルドラ。ルドラ。そしてですね、最後のキャラクター、カグヤ。カグヤ。これちょっと僕から説明するんですけど、まあ、今回挑むダンジョンって、ボスに待ってるのがカグヤなんですね。はい。なのに今回カグヤ入っちゃってるんですけど、まあ、なんでかっていう と、スキルが上方向に突撃っていう、上方向に突撃、そう、もう敵の配置とか無視して移動できるスキルを持ってるんですね、これが今回すごく重要で、まあ、攻略にすごく役立つというので入ってるんですけど、いやでも名でそのなんか挑むのにそんなキャラクター持ってませんよっていう人いると思うんですけど、まあ、実はですねこれ不難極のミッションがあるんですけど、そのミッションで多分3回くらいクリアすると手に入るキャラクターなので、まあ、実際はその辺のミッションクリアしてこいつを手に入れてからメインに挑むっていうパターンが、多分一番綺麗な形かなと思います。はい、そうですよね、一番弟子。そうですね、一番弟子言おうと思ったこと出た言おうと思ったところはい、はい、って感じで行ってみましょうか。可愛いですね。そうですね、今回半分が獣ですね。獣、私ウサギ好きなんですけど、お、今日は心を鬼にして、このウサギをボコボコにしに行きたいと思います。物騒だよね、言い方があえて言わなくても大丈夫じゃあ、メイに行ってみましょうか。はい、行きます。挑戦、ドン、行ってきます。いらっしゃい。まあ、これ実はもうクリアついてるんですけどね、テストしましたからね。テストで、はい、ちゃんと予習は、予習はもう完璧なんですよ。予習復習、あ、イシス、上に当たんないように。あ、そうですね、飛来ダメージ、飛来ダメージ、そう、飛来ダメージ当たんないように。ここは本当にもう、見れば見るほど、かぐやのためにあるステージって感じですよね。あ、そうですね、エリア3まで行くとも本当にそういうこと感じますね。次は、はい、この、こいつ、何、どいつだろう、左から2番目の、敵かな、敵を下におびき寄せたいから、イシスを下に下げます。いいと思う、すごくいいと思います。なぜおびき寄せたんですか。降りてきてくれたら、みんなでまた囲んで、なるほどね、強コンボ組めるから。素晴らしい。どっちがいいかな。あ、そっか、イシス当たっちゃう。これ大丈夫ですかね。こっち行かない方がいいかな。どうだろうね。え、でも当たっても平気ですよね、ちょっとぐらい。どうだろうね。じゃあ行きます。はい、フライダーメイジそんな強かった。あー、え、ちょっとねー、大丈夫ね怖いわそうなんです、フライダーメイジ今回、まあ、正直ですね、あんまり強くない。あんまり強くない。そう、まあ言ったらこれもかぐやのためのフライダーメイジのところがあって、そう、かぐやは能力でフライダーメイジ吸収っていうのを持っていて、フライダーメイジが当たるとスキルターンが1個減っていく。あ、っていうのがあるから、かぐやの場合はどんどん平井ダメージ当たっていった方がいい。当たった方がいいですね。次どこだっけな。どうしようどうしようどうしよう。あ、もう本当思った通りね。やっぱテンパルなんかコースだって。そうね、こう、取られてるよね。うん、4コンボ稼いでれば基本的にはスキル受けない限りやられないから。じゃあやっちゃおう。うん、来た。あ、いいんじゃないですかね。ちょうど組めそうですね。行きます。完璧な位置じゃないですか。じゃあ、いっぱいコンボ組みたいから1つ上に上げます。素晴らしい。これで吸引が組めますね。で、なおかつしっかり入ってもらいます。よかった。いいと思います。はい、ネクストエリア。ネクストエリアで、これちょっと一つだけちょっと言っておきたいのが、まあ、次のエリアの関係もあって、かぐやが残り今13ターンでスキルが打てる状態になってるんですけど、あれをなんとか8ターンの状態、最低でも8ターンの状態にして、次なりに行かないと、ちょっと厳しくなっちゃう、それだけ注意して。じゃあとりあえずこの敵が怖いので、右の2人、2人、あ、右上の2体、はい、怖いのでとりあえず攻撃で先に、はい、殺します。殺します
まだ殺せないかな。やっぱね、リーブラさんちょいちょい物騒なの出てくる。物騒、本当に。めっちゃ囲まれるけど、ウドラ強い。囲みはいっぱい。囲み返す。囲み返す。結構アタックタイプは、うん、攻撃ごとに結構回復できるんで、結構めっちゃ回復してくれますね。9コンボ以上で組むと、そう、9コンボ以上で組むと、その吸収っていうのは与えたダメージによって吸収量も変わってくるから、はい、より大きなダメージを与えれば回復量も増える、うん、で9コンボ組まないと、はい、あの攻撃力が上がらないから、しっかり9コンボ組むのが大事。しっかり組む。そう、アタックタイプ好き。素晴らしい。あ、もうちょっとだ。まあちょっとや。もうちょっと。もうちょっと。あ、もうちょっと。あ、もうちょっと。いいスタンですね。うん。だいぶ回復するな。いけ。いけ。ああ、いいんじゃないかな。いい感じ。そうだ、足りるかな。微妙なラインですね。で、影もしっかり残り5ターンなんで、いいと思います。はい。で、このエリア入ると最初にですね、一番こっち側のキャラ、味方側の左のキャラクターだけターン数を、はい、はい、スナックしてくれます。で、この後トラップが来るんだけど、はい、まずい。うわー、待って、危ない、いや、危ない、危ない。これはどうしようかな。そっか、そこが来た。まあ、どっちにしてもまずやらなければならないことは、うさぎちゃんを発動。そう、そう、なぜ発動したんですか。上に移動してくれるから。うん、で、横の、なんだ、あの、なんて言ったら、地雷、地雷、そう、地雷を踏んでほしいんですよ。そう、なぜそれを踏むんですか。この餅をバーンって、うん、バーンって餅をバーンってバーンってどうするの。バーンってあの、うん、な殺せっちゃかわしてたから、うん、言っちゃってるけど倒したい。あー、ちょっとね、違う、ちょっと違うかな。餅をちょっとタッチしてもらって、餅のこのスキルじゃない、はい、そう、スキル、スキルを阻止するの。そう、阻止するとともに有効活用する、うん、バン、そう、バンってちょっとよくわかんないんだけど、あの横に行ってくれる。あ、そう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 、これね、スキルがね、はい、敵側にかかると、はい、敵が1ターン内の攻撃力2倍になるんだけど、はい、これを、そう、プレイヤー側にかけると、はい、プレイヤーが20ターン内で20倍になる。20ターン内で20倍。そう、めちゃくちゃ強いですね。そう、だけどこれがないとちょっとボスが厳しいので、はい、頑張ってかけたい。行きます。かかるかな。行っていいですか。行っちゃいましょう。行ってくれ。さあ、なんとか生き残ってくれる、多分。これで一発。え？あ、あ、そう、これで来た。ただこれに耐えれるかどうか。おっしゃ、よし。よかった。あー、行った。これ絶対行きましたね。おー、これで全開。次全開いける。で、はい、次なんですけど、はい、さあ、どうしますか。どうしよう、どうしよう、いっぱい、とりあえず組んで回復したいな。まあでも今すでにね、9コンボも組めてるので、はい、トントンでもいいのかな。まあそれよりも何か動かした方がなんか効率が良さそうな気もする。お、なんだ、これだ。いや、いや、いや、うーん、いや、あれ、もう一回触ってないやつがいるんだけど。あ、触ってないやつ。あー、そうね、それをどうしたらいいのかな。どこだっけ、おびき寄せる。そう、そうそう、おびき寄せるためだったらここがいいかな。え、もう一個下の方がいいかな。多分もう一個下だと餅も一緒に倒せる。そう、じゃあ餅倒しに行こう。行きます。こっちには目を配らない。まあすごいみんなもちもち言ってますけど、お月見さんですから、ね、お月見、お月見キャップですか。お月見団子怖い。こっち行ってもいいですか。こっち行かないもん。まあそれでもいいかな。回復、まあ、うん、いっぱいしそう。イシスは平気だから、うん、行きます。まあただね、はい、そのかぐやさんは、はい、アタックタイプではないんで、あ、そっか、コンボコンでも回復してくれる。そう、そうだね。そうそう、まあどっちにしてもイシスもボス 100% だから、そう、あれがかぐやですけど。さあ、ボスです。やってまいりました。来た。すごい、同じキャラが対決しよう。気をつけるべきは、攻撃力アップを使わないことですね。攻撃力アップを使わないこと。もうね、そう、アタックタイプっていうのは、はい、攻撃力アップのスキルばっかりだもんね、はい、でイシスもそうだし、ルドラもそうだし、スタロもそうだけど、はい、使っちゃうと20倍のやつ浮気しちゃうから、はい、使わないようにしたい。了解です。頑張れ。じゃあ
とりあえず殴りに行ってください。行っちゃいましょう。殴りに行きます。殴りに行きます。いや、むっちゃ高くする。おお、天高く眠ります。寝ちゃった。寝ちゃった。だだだ。うわ、もう正直味方側の影は、うん、もういい。もういい。かわいそう。行きます。あ、うん、うん、いや、殴っていいですか。殴らない。でもいいか。罠がね、そんな強くないんだ、うん、実は。一番ね、食らった瞬間回復できる気がしますね。で、その一番左にした方がコンボ数が増える、うん、その一番左に、あ、いけるのか。そう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 、いけます。本当だ。しかも属性種がすごくいいので、めっちゃダメージが入る。ウサちゃんは危ない。これで多分やられるんじゃないのか。うわっ、あー、いっちゃった。全然セーフじゃなかった。全然セーフじゃない。怒られた。全然セーフじゃないよ。さあ、これどれがいいかな。くそ、とりあえず殴る。そう、殴るんだけど属性を、あ、イシス。そうだね、相手が非属性になってるからイシス。あと、イスが HP がすごく減ってたから、うんうん、回復するというのも良かったじゃない。でもなんかこの、どんどんって怖い。うん、すげえ弱いけど。なんかその演出が、確かに、じゃあボコボコにされそう。有村さん、めっちゃスキル溜まってるよ。あ、本当だ、何使うかな。使っちゃダメ。使っちゃダメ。使っちゃダメ。そうだ、言われた。何使おうかなとか。吟味し始めた。どうしようかな。何なんですか。早く起きないか。起きた。起きとる。じゃあ、起きた人から行きます。起きた人から行こう。ロックンボコ見るから、ここに3は短時間睡眠で行ける人なんでしょうね。あ、天才肌の、あの、ショートスリーパーですね。そう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 、意外見てきたんじゃないですか。あ、そっち。あ、なるほどね。来る前にこの戦いに備えて、うん、めっちゃいいやつだ。分かってたんですね。イシス疲れがたまる。疲労困憊した。普段使ってるからかもしれない。あ、なるほどね。なるほど、そういう数値入れましょうよ。普段使いまくってると。そう、ここいいかな、イシス来た時に。あ、いいんじゃないですかね、収めるから。おお、もう終わりそう。早く。あ、これノックバックかな。あらあ、でもいけそうだから。なんで今回復したの。ビッグライテムですかね。え、あ、多分ビッグライテム拾ったっぽくないですか。ギリギリ来てる。ルドラが拾ったと思ってるんだよ。まあでもこれでフィニッシュかな。いきます。はい、バイバイ。バイバイ。いやー、落ちた。いやー、よかったんじゃないですか。よかったー。ボコボコにできたね。ボコボコにできた。うん、なんか久しぶりにこうアタックタイプがすごい輝いてる気がするんですよね、うん、確かに出た当初すごい輝いてたのに最近ちょっと、いや、そういう意味ではないアタックタイプがこう最適パとして出てくるのをそういえば久しぶりだなと。まあ確かに、うん、最近割とね、スキアタとかアシストに寄ってることが多かったですからね、うんうん、いやー、どうでしたか。まあ今回ね、はい、割とこうリメの先輩もよく使ってるイシスっていうアタックパンチを使って、はい、まあ、挑戦してみたわけですけど、はい、私結構自分でこれ挑戦何回かしてて、うん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 、メイだけクリアできてなくて、うんうんうん、なんか何回かやったんですけどずっと分からなくて。なるほど。やっとこのウサちゃんが大事だっていうことに気づけました。気づきました。よかったですよ。まあこれ以外にも本当はなんかあの、はい、なんていうんですかね、ウサちゃんを使わずとも、はい、なんかこう敵をスライドさせて道を開けて斜めに動いてあれを動かすとか、まあ、そういういろいろ方法もあるんですけど、はい、まあ、今回は多分ウサちゃんを使った方が一番いいんじゃないかなと思います、はい、よかった。よかった。ボコボコにできた。ボコボコにしましたね。一番弟子どうだったかな。はい。もうすごい自分フランクになった。どうでしたか。このダンジョンは結構こうギミックというか、はい、かぐやを使うとこう綺麗にクリアできるけど、かぐやを手に入れるためにまあクリアをするのか、それともミッションで手に入れるのかみたいな形で
で気づけた人だけこれかみたいな感じになるのはちょっと面白いなと思います。確かに、まあ、なんかねやっぱそういう気づきとかもこのなんかサモンズの面白いところですか、ね、そうですね。だとりあえず一つだけ言いたいのはダンジョンに入って敵のところにスキルタンスが書いてたらこれなんかあるぞと思って見た方がいいっていう、ね、確かに本当ですね。まあ、なかなかでも初見でクリアするって難しいんでね、いろいろこう何回も試してもらって、そうですね、あとですねうちでもいろいろ動画上げてるんでねそれ見てもらいましたはい、といった感じですね今回の動画は以上となります、はい、それではまた別の動画でバイバーイ。